どうもどうも、花宮ネクです。お前でもできる脱出ゲームをやっていくぞ。トイレの蓋パカパカ、好きあらばやってしまう魅力があるな。3階の探索をしていきますわよ。おお、絵画室、めちゃくちゃ主張の強いカーソルくんがおるな。ああ、不具合に気をつけてねって注意喚起だった。了解っす。見ざる、言わざる、ときて突然のファルコン、聞かざるでいいのかな。入力してみよう。と思いながら入力したけど、ここまではちゃめちゃが押し寄せてくるとは思わなんだよ。試しに無入力で回答はできないか。ギガでいいや。ギガザル腹立つ。そうだね、ちくわだね。柔らかウィンディーが好きなんだっけ。これやわらかウィンディー、このカオスな作品の中でちゃんと可愛いの癒されるな。で、この部屋が解放されたことで解ける謎解きがある。ここの花瓶は5つだな。覚えたぜ。これよ、赤、青、紫、木の順番に花瓶、鉢植えを数えるわけよ。地上の数は5963。ご苦労さんだ。図書室の鍵をゲット。急に脱出ゲーム度が増しまくってるな。うわ、悪口辞典。ど真ん中にゲイナシザルがあるけど、もしかしてこれかい？意外な花言葉図鑑、ほほう。オクラが恋の病なのなんか面白いな。トウモロコシが財宝なのはちょっと納得。金ピカの粒がいっぱいだもんね。ピーマンは海の恵み。なぜ？と思ってググったら、熟して赤くなったピーマンが赤サンゴに見えたからだってさ。無理やりじゃない。泣いたわ。適当。好き。飾る実績、こんな作品で知識を求めるわけないだろ。なんかすげえ笑ってしまった。あんたほどの男がそういうのなら。というわけでゲイナシザルを入力しに来ました。これで合ってたら合ってたでひどくない？こんなんもうただの暴言じゃんね。好きすぎる。何これ、子は鏡。私が私を見つめてました。ふむ、数字の2と5が関係する謎解きか。こりゃあ回転させるなり、鏡で左右反転させるなりあるんだろうな。定番よね。手がかりが足りずに悩み中。
あ、これ鏡だから後ろになんかあるってことか。なるほどね。光は己の精神の背後だ。というわけで8桁の暗証番号が分かりましたな。鏡のやつは左右反転させてこうじゃ。水場で吹くと水の精霊を呼べる。ほほう。まあ正規ルートは風呂場なんだろうけど、他にも水場はあるぜ。さすがにトイレの神様ルートはなかったか。無念。自然な流れで海の恵みっていう食べ物を渡すことに。確かピーマンだったよね。選択肢を総当たりする人を殺しに来ている。んじゃ、せっかくだから間違えたいし、牛乳を持っていくか。海の恵みっぽくはあるだろ。39度には勝てなかったよ。じゃあコーヒーで。あれ、専用セリフがある。ネガーズ。 Is this a racist cartoon? なんすか今の。この私がかけらもわからないネタがあるとはね。海外のネガティブなスラング、ハエ。じゃあ次は人参や。渡すもので微妙に家庭が違うの凝ってるな。最終的には儚しするんだが。じゃあ次はバーモンドカレー。マドラスカレー、馴染みがなさすぎて普通にわからなかったぜ。じゃあ次はチョコレート。私はこういう小包装のミルクチョコならメーカー問わず好き。どこも味は変わんないし、他の野菜は大体同じ反応でした。ピーマンを持って行ってやるか。コーヒーを選んでない人もここで苦さ実績を入手できるってわけね。じゃあもう一回持って行ってやるか。あ、ピーマンはまだ持ってる判定なんだ。せっかくだしもう一個ピーマン持ってこ。そういや、そんな張り紙ありましたね。料理中でない限り食材を2つ以上持っていくな的な張り紙。じゃあピーマンを戻してからピーマンを持っていったろ。冷た。じゃあ次回は地下への道を進みます。ってなところで今回はこの辺で。よければフォローやチャンネル登録よろしく。